解説の霊夢です。アシスタントのマリサだぜ。このチャンネルでは、第二次大戦の兵器を中心に解説しているよ。戦前戦中の雑誌なんかもあるけどな。今回も、フライング史1944年3月号の続きだよ。まずは、プロダクションバイリペア。修理して生産という、A 軍に関する記事だよ。壊れた機体を回収して、再利用することか？そうだね。写真の説明には、破壊されたスピットファイアを、クイーンメリーとして知られる。60フィートの輸送車に乗せて、チュニジア戦線近くの修理基地へ向かっている。と書いてあるよ。最前線の後方に、修理基地があったのか。冒頭には、こんなことが書かれているよ。現在の戦争は、生産の一つと言われてきた。兵器を最大限大量生産して、使うことができる国家が、勝利者となるはずである。これは疑いもない事実である。しかし多くの人が、生産の真の意味を、単に新しいものを製造することだと誤解し続けている。この言葉には、しかしながら、もっと広い意味が含まれている。当然、破壊された兵器を修理して、復帰させるという意味も含まれる。今日、英国の修理による生産は、新規の生産の約 60% を占めている。生産される100機ごとの新規のうち、60機が修理して生産されたものになっている。そんなに回収して、再利用していたのか。60% にもなったというのは、驚きだね。これは、ホーカーハリケーンが、トラックのクレーンで、荷台に乗せられるところだよ。これは、双発爆撃機、アームストロングホイットワースホイットレイを、回収する人員を乗せたサルベージ船が、やってきたところだよ。大型機の回収なんて、かなり大変そうだな。それでもやる価値がある、ということだったんだね。記事によると、イギリスの修理機関には、10万人が雇用されていて、製品の出荷場、原料、労働者、費用などを節約することができたみたいだよ。修理して再利用することに、相当力を入れていたんだな。次は、レポートフロームワシントンだよ。何のレポートだ？ジェット推進だよ。ジェットエンジンのことか？そうだよ。冒頭には、こんなことが書いてあるよ。陸軍航空軍のジェット企業に提供される、ホイットルジェット推進エンジンの概要が、最近センセーショナルに発表されたことが、フライング誌により初めてここに出版された。イギリスのフランク・ホイットルが開発した、ジェットエンジンだな。これがその構造だよ。説明には、フライング誌がホイットルのスイス特許をもとに、描いた。空気が圧縮され、燃料と混ぜ合わさり点火される。エネルギーの一部がコンプレッサーを動かし、残りのエネルギーが飛行機を推進させる。と書いてあるよ。ちょうどこの頃、アメリカ発のジェット機、ベル P-59 が飛行していたんだな。性能は、満足できるようなものでは、なかったらしいけどね。ここからは、広告をいくつか紹介するよ。雑誌といえば広告だな。さすがに軍需産業の広告が多いけどね。まあ、そうだろうな。これは、グッドエアーエアクラフトの広告だよ。チャンスボート社だけでなく、ここでもコルセアを生産していたんだな。さっきのコルセア紹介記事にも、ボート社と同じ、ユナイテッドエアクラフトの一部門となっていると書いてあったね。これはボーイングの広告だよ。すごいな、B-17 が大量生産されているぞ。フライトイズアウトイングス、翼なしで飛行というのは、写真のように、組み立てられた胴体が、吊り下げられて移動する様子を、飛行に例えているよ。この写真からも工場の巨大さがわかるな。ボーイングの生産システムは、効率的で柔軟性があり、軍の要求に素早く応えられるらしくて、パールハーバー以前の、10倍の生産力となっているみたいだよ。確かにあんな4発重爆を、1万、2000機以上も生産しているからな。これはアリソンの広告だよ。あのアリソンエンジンか。広告文には、エースは、撃墜した鉄器の数で判定される。その基準によれば、アリソンエンジン装備機の比率は高い。4年間の戦線への提供では、アリソン装備の戦闘機が、他のアメリカ戦闘機より、多くの鉄器を撃墜している。正確さは、性能の完璧さとして報われる。と書いてあるよ。自信満々だな。アリソンエンジンは、アメリカ陸軍戦闘機の、主力エンジンだったからね。これは、ハミルトンスタンダードプロペラの広告だよ。あの油圧式の可変ピッチプロペラだな。これが、B-29 にも採用されているという内容だよ。
広告文には、今日の最も強力な軍用機をものともしないのは、最近公表されたボーイング B-29 である。すでに実戦投入されている長距離爆撃機、リベレーターやフライングフォートレスのように、4つの信頼できる、ハミルトンスタンダードハイドロマチックが、装備されている。と書いてあるよ。これは、エンブリー・リドルという、飛行学校の広告だよ。戦時中でも民間向けの飛行学校の広告が、普通に載っているのか。次は、機体識別クイズだよ。またクイズか。機体の一部の写真から、機種名を当てるクイズだよ。これはなかなか難しいんじゃないのか？答えは、1番が、デハリランド・モスキート。2番が、ロッキード・ライトニング。3番が、カーチス・ヘルダイバー。4番が、ハワード・ナイチンゲール。5番が、ボート・コルセア。6番が、フェアチャイルド・ガンナー。7番が、バルティ・バリアント。8番が、ユンカース JU88。9番が、グラマン・ヘルキャット。だよ。かなりマニアックな機種があるし。ビブだけって難しいな。これは識別図か？グラマン F6F ヘルキャットと F4F ワイルドキャットのシルエットだよ。よく似てるよな。説明には、グラマンのヘルキャットとワイルドキャットは、しばしば混同される。ここに同一縮尺で示した。明白な違いがあるにもかかわらず、ヘルキャットは、やや小型のワイルドキャットと、よく似ている。飛脚と翼とビブの間を比較すべきである。と書いてあるよ。確かにかなり違いがあるけど、シルエットが似てるからな。これはノースアメリカン、マスタング2だよ。マーリンエンジンに換装して、飛躍的に性能が上がったタイプだな。説明には、これが書かれた頃には、ちょうど実戦に投入されている。この飛行機は、おそらく世界でも傑出した、単発戦闘機となるであろう。元のアリソンエンジン搭載、低空用のマスタング1から、パッカード生産の、1500馬力以上を発揮する。ロールスロイスマーリン61搭載のマスタング2へと改造したところ。マスタング1とは違い、新型のマスタング2、専門的には P-51B は、3万フィート以上を飛行する高高度戦闘機となった。最高速度は400マイル以上、通常の航続距離は1000マイル以下で、翼幅37フィート、全長32フィート、全高13フィート8インチ、重量約1万ポンド。武装は必要に応じて、4丁または6丁の50口径機銃、となっている。と書いてあるよ。すごいな、前回のカーチスヘルダイバーといい。こんな新型機の図面やスペックまで、堂々と公開するんだな。敵に知られるのも、想定済みなんだろうね。次は、コルセアだよ。これも新型機だな。説明には、海軍最高の戦闘機の一つコルセアは、ブリュースターやグッドイヤーやクラフトと同じ。ユナイテッドエアクラフトの一部門である、チャンスボートによって生産されている。プラット&ホイット 2W アスプ、2000馬力の出力で、コルセアの最大速度は、400マイルをやや超え、飛行高度は、3万、5000フィートを超える。航続距離は、1500マイル以上となっている。武装は、6丁の50口径機銃が、左右の翼に、3丁ずつ装備されている。翼幅41フィート、全長33フィート4インチ。全高16フィート1インチ。と書いてあるよ。これもスペックまできっちり公開してあるな。次は、フォッケウルフ FW190A4 だよ。敵国の戦闘機情報か。説明には、FW190A3 戦闘機のシルエットが登場したのは、本誌1942年12月号だった。FW190A4 戦闘爆撃機は、基本的に元の戦闘機と同一である。エンジンは、1700馬力の空冷 BMW800HD。最大荷重での最高速度、海面上は、310マイル。翼幅は、34フィート5インチ、全長29フィート1インチ。武装は、爆弾搭載量により、両翼の20ミリ機関砲2門に制限される。550ポンド爆弾1発を、胴体中央下部に搭載する。この機体は、夜間の奇襲攻撃に使用される。と書いてあるよ。ほぼ正確な仕様みたいだな。次は、エミリーだよ。二式大帝だな。説明には、この飛行機のいくつかの事実が、海軍によって公表されている。他の情報源からは、エミリーは、川西 H2 長距離偵察爆撃機と、認識されている。約900馬力の、空冷エンジン4機が装備されている。
横幅約118フィート、全長約91フィート。武装の詳細は、不明。真上からの写真は、海軍の戦闘機が撃墜するときに、ガンカメラによって撮影された。と書いてあるよ。錦大帝に関しては、まだ詳しい情報は得られてなかったみたいだな。このフライング誌は、そのうちまた別の号をやろうと思っているよ。今回もご視聴、ありがとうございました。